れなくなっちゃって。あ、結局怖かったっすか。すいません、なんかこの間ずれちゃって。で、3人切れたんです。おかげさんで、でもあれからあれ動画上げて買い取り来た。来ました。来ました。はい、はい。なんか欲しいもんないですか。無料で乗せてきます。いいぜ。何本ぐらい、まあ10本ぐらいかな。そんなにいいんですか。はい。そんなにいいの。今までの業務量やりながらこっちやってるからね。大変。大変な時は大変です。基礎の基礎がまだ分かってないなって。何の基礎。もうその足場材の種類もそうですし、これはこれとかっていうのも、うん、それは勉強してなかった。そうですね。現場行ってこいでしょ。はい、行ってきます。自分が悪いじゃん。はい。そうすると結構買うんじゃない。100万パックとか作ったら。ああ、そうですね。足場受け負い1年生何々パックみたいな。おはようございます。今日来れなくなっちゃって。あ、結局怖かったっすか。すいません、なんかこの間すいません、ずれちゃって。で、3人切れたんですか。いい、はい、今日どうしても、いきなり行けば来れなくなっちゃった。あ、マジ。私、昨日これ、連絡入れたので、うん、今日行けますかって。うん、いいよ、来たねって言ったんですけど。動画見ました。見ました。自分の声の汚さ。あんなことないですよ、全然ね。昨日ちょうど上がったんで。じゃあ、でも、今回また、あ、もう、買ってくるんですか。あの、ちょっとなんだけど。どれがってくるんですか。ブルスかな。あ、知り合いやん。いや、全然知らないです。あ、しまった。では、ありがとうございます。おかげさんで、でもあれからあれ動画上げて買い取り来た。あ、来ました。来ました。はい、パス。本当にありがとうございます。今回ちょっとじゃあ頑張ります。はい、お疲れ様です。はい、社長、先ほどビール2ケースいただきまして、今回その社長さんが来れないってことで。マジ。おお、これすごいわ。これここ置いとくと足場に飲まれるで、俺持って帰ろうかな。これ僕にくれたんですか。足場にくれたんですか。ビールど真ん中に入れたりして。どうぞ、お好きにして。これだ。もう一個キリンと。おー、あ、これ社長が。はい、マジですか。ああ、マジですか。じゃあちょっと会社の宣伝もしようかな。岩、大岩建設。はい、土木と道具はもう公共建設。そうですね、公共で今解体の。解体もやってます。じゃあこれ今ネットで検索してもらったら、大岩建設、地域はどの辺ですか。地域は美浜。美浜の解体はもう大岩建設で一択です。お願いします。CM みたいな感じで。大岩建設一択。もう若い、これ息子ですか。いや、違います。社長の息子ですか。もう違います。何歳ですか。23です。23歳。今日はこれ今度のやつのために取りに来た。ああ、そうなんですね。何、ちょっと抜いたでしょ。ちょっとある。めっちゃ喋れよ。若い方がいじりやすいよ。こっちもいじりにくいんだから、これさ。怖そうだから。ほら、俺絶対いじれよ、俺。さっきから目そらしてるのよ。ずっとここ見とる。目みたいな名前かと思って。そこの目あります。喋るとかって優しい顔で。うんうん、だから、あの、視聴者の皆さん、もう解体は大岩建設一択です。一択です。いやいや、じゃあ材料見ていこうか。じゃあ早速、はい、どんな感じですか。いや、もうやってもらったんです。あ、もうそうです。あ、もう積み込み終わって、本当にあの何それ。俺来たのに早くしゃべるですよ。この間のやつのちょっと交換と、あと新しくメッシュシートと。これじゃちょっと気になるな。もうちょっと買ってもうちょっと買ってください。こっちなんか欲しいもんないですか。ちょっといつもやっていただいてるんだよ。そうですね。なんかただ無料で乗せてきます。いいです、今んとこ。いや、なんか持っててくださいよ、せっかくなんで。あ、でも、あ、じゃあ、そうすると動画の撮りだかもね。あ、なんか、ない？おすすめ。なんですかね、一番使われるのは何ですかね。あ、解体足場、うん、サブロックとか確実なのかな。うん、今ちょっと、手すり900持っててください。いいですか、はい、ありがとうございます。最初に。はい、申し訳ないですね。こちらは、これ、何本ぐらい、まあ、10本ぐらいかな。そんなにいいですか。はい。そんなにいいの。はい、お、大丈夫です。いいの。あ、はい、ありがとう。はい、マイクついてるよ。はい、顔めっちゃかっこよくて、ちょっとまずいですぐらいの方が、はい、ちょっと俺が無理しとって。ああ、そういうことですね。の方がちょっと視聴者的には自分よく見せたいです。またこのサービスつくかなとかさ、ちょっと厳しい感じの方が、あ、小島のこれが全部新車になる。はい、お願いします。ちょっと頼りないですけど。はい、10本いい。本当にいいの。ちょっとまずいかもしれない。もう焼いていくつ、これ全部使っちゃおう。ワンもツーも。やり方ですか。メッシュかなんか持ってる。そうっす。シート。シートも。ランプ、このやつもランプは追加で。あ、一応。もうだってすぐビビになるっすよね。
はい、あとメッシュいい？はい。大丈夫？はい、大丈夫です。大丈夫は？はい。ね、いい？はい。はい、頑張ります。顔が見たい、顔が見たいって言っとるよ、少々。みんな雰囲気が良い。ごめんなさい。じゃあ本当にでも、女から見ても可愛い。いや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 。よく持ってもらおうか。あんまりいいやつじゃないですよ。手袋付きで。中古で、うん、手袋付きでもらっちゃっていいですか。中古で、中古でシート売ったのか。あ、そうです。中古で、はい。見とる？綺麗？一応見てもらって。はい。大丈夫？いかに売ったの？シートはね、多分あんまり中古販売もやってないかもしれない。そうですね。他社さんはあんまり。そうなんですね。いやいや、だって気にならないですか。金取られて、なんかボロボロだったら。あ、じゃあ。ありがとうございます。これ綺麗でしょ。はい。あ、これ、これ。あ、すみません。ちょっとまあ、傷んどるんですけど。はい。まあ、全然使えると思う。はい。はい。じゃあ、このね、今回また、あ、ちょっと締め。はい。はい。はい。声だけで、ごまきが。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いいえ、こちらあの、ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに来てください。はい。また来ます。はい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。また待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも基礎の基礎がまだ分かってないなって。何の基礎？もうその足場材の種類もそうですし、うん、これはこれとかっていうのもまだ合致してないなとか、うん、そのマスクしてると可愛いね、なんかなんかマスクしてると可愛くないみたいな言い方ですけどね。いや、マスクしてるともっと可愛い、なんか目がキリッて今なったじゃん。可愛いわ、なんか目見てしゃべれギャラの気持ちになるなんで喋りづらいわってそうですね。あとどういう風に組まれてるかっていうのも理解まだ分かれてないです。あ、足場が、足場が、うん、まあ、でもそうです。材料だけなんで来るのが、どんなやつを組むのかも多分分かんないですよね。なんでこの戸建てどんくらいだから何本何がいるよねっていう想定も全くつかない。あ、なるほど、はい、それは勉強しなかった。そうですね。現場行ってこいでしょ。はい、行ってきます。自分が悪いじゃん。はい厳しく見せる。動画っぽく言っちゃった。それでもだって中川の現場とかさ、はい、自分で時間作って、それこそ、はい、サラリーマンルールじゃないわけだから、はい、自分がもうどうやってこのビジネス成功させるようなのか、はい、そうね、はい、あ、中川とか近いところだったら声かけてくださいって言って、5分の向いたところは10分、15分、そうっす、まあ、ちょっと4時半に出てっていいですかとか、3時帰っててもいいよ、俺、はい、これ本当に給料、そんなやっとる人に対して、うん、別に何にも言わん、その別にショーなんか自由にしようじゃないけど、その営業なんだけど、俺も目くじが立ててやっとるやつになっちゃう。だけどダメな新人とかにはもう常時チェックしろよとか、あのお前コンビニでだからしろダメだろとか、でやることやっとってさ、だってコンビニでさ休憩するしさ、俺だってゴルフの練習も暇から行くしさ、コンビニでゲームやったら1時間ぐらいことやるよ体半分焼けるんじゃないかなと思って本当に10分休憩やってるんですよ。結構でも気づいたらやべえって言ったら、別にいいんだよ、どうせ今日も3時に上がって現場見ていきたいんですけど、うん、いいですかとかさ、はい、自分の勝手なこともあるから、うん、早く出たら少女見てもいいと思って、そうだし休みに出てきたら少女どれに出てきたと。でもそれはあれです、ちゃんと1日出たっていう、だけど嫌じゃん、メーター回すでもめっちゃ暇でした。逆に仕事ないと暇だなって思いました。まあね、こんな日が毎日続くといいなと思った。逆にちょっと暇すぎてちょっと嫌じゃないですか。うんうん、ちょっと暇すぎても。まあ、究極帰り、うん、あ、違います。あれです。ゴールデンウィーク、自分の予定がなさすぎて、あ、暇っていう。そっちの？あ、会社出たのが忙しかったんだ。そうか。あなた何の話？もうずれすぎて。何でしたっけ。あ、そうです。なんで分かってないんで、あ、ちょっと本当に、まあまあ、はい、それなんで分かろうと思って、現場が分からんから、うん、そういう相談受けるの、やっぱ一等分、それこそ先ほど来ていただいた、うん、大岩建設さんも、うん、最初の依頼は一等分買いたいんだわ、何平米なんですって、あ、で向こう側もどれがどのくらい必要かっていうのは、あれ大岩建設さんだ、あ、そうです、これ使っていいんだけど、はい、それ大岩建設さんなんだ、俺言っとったもんね、そんな自分たちで考えさせるとかって、そんなこと売る側はそんなこと関係ねえんだって言って、じゃあコンビニでこの食べ方どうやってやるんですかって言っとるのと同じだぞって言ってそう、ほっとけって言って俺言ったんだけど、カズも自分で作っとったね、あれ結構かかったでしょ、1時間2時間かかったでしょ。いや、なんかでもあったんですよ、そういうなんかネットで調べて一括で、はい、出るみたいな、平米数と建物のメートル高さだけ入れたら、うんうん、
どのくらい何の芝居が生きているか。だけどあれ本足だもんね、アンチが全部いるとかだしね。本足だったよね、確かね。トラックとかあるんだけど、まあ、トラックレンタルとかでもいいもんね。まあ、そうすると結構買うんじゃない？ 100 万パックとか作ったら。ああ、そうですね、新入生、足場受け負い1年生、何々パックみたいな。パックあるといいね。50万パックは作って、ちょっとだけ欲しい人。おお、いいね。ちょっとだけ欲しい人、50万パック。あ、よくない。まあ、あれもやるって言ったじゃん。なんか今、インスタやってんでしょ。はい。え、投稿した？まだしてないです。嘘でしょ。この動画でももう1週間後だよ。はい。1週間で決めます。1週間後だけど、この動画、はい、上がってる？インスタ。いや、上がってます。1週間後、上がってるよ。上がってます。面白いな、このチャット書いてたら。上がってるんだね。はい、上がってます。上がってます。そうなんだ。だから、そこに、で、やろうかって撮ったのは、要はもう、バーンってアンチとか、いきなり200枚が来るってことがあるじゃん。だから、その、バランスよく材料がポンから、別に、じゃあ200枚これ、こういう商品です。ちょっと、痛みはこれぐらいです。で、そういうのをもう安売りじゃないけど、これ全部セットで買ってくれたら、もういくらみたいな。をやっていこうぜ、みたいな。そうすると、回転率も上がるから。資金的にも楽だな。でそういうのをちょっといろいろ混ぜながらとか、あとパッケージそれやったらいいんじゃないですか。一等セットみたいな、はい、まあ一等セットで50万、3等セットで130万とかね、うんうん、セットの内容で、いいですね。なあ、それだったら絶対お得ですね。自分でお前も独立って言っとったもんな、これ、はい、お前独立もう一回するんじゃない？あれいいの出てシャワーしますからね、シャワリで買ってその後やりますって言ってやるんちゃう？それいいっすね。それいいっすね。いや、めっちゃお得なパックなんで、それ。で、それでもデビューしやすくない？そうです、ね。独立考えとった人間からしたら、あ、なかなか材料が買えんかなとか、うん。ここだけがジムやりながら、だって今までの業務量やりながら、こっちやってるからね。うん、大変？大変な時は大変です。そう。まあ、専任でやっとったらね、はい、こういう立ち会いとかも今日みたいな、うんうん、動画撮らんでも毎回立ち会いでし。販売とかも結構やっぱいいの悪いの写真で判断しましょう。はい、ああしてます。物来た時にいやこれちょっと写真と違うよね。ああでもなんかそれも一個思いますね。その足場材基本的にまあ写真と数量送ってもらって、うん、会社の見積もり出すんですけど、うん、その汚さレベルがあまりわからない、うん、これだからすごい汚いからまあ、じゃあ安く買い取った方がいいねとか、うん、これは結構綺麗な状態だねっていうのが分かってないです、うん。なんで本当はあれですね、なんかランク分けとかして、まあやった方がいいね。それはね、違うもんね、はい、同じになったらおかしくなっちゃうもんね、はい。まあだけど楽しいんだな、こうやって動き始めたしね、ちょこちょこ動いてるし、はい、結構来てるんだろう。この間も販売来たんでしょ。でも昨日の動画で4件問い合わせいただいて。嘘、はい、LINE がいっぱい来てました。マジすげえ。なんてやるのない面白いよ。あ、じゃなくて俺も LINE をしよう。毎朝の話しよう。おはよう。おはよう。今日は早めに起きた。今日は早めに起きたからプロテイン飲んでいてね。今日は運ばよ。今日はちょっと遅くなったからアドラスせずに行くね。それが社長だったらもっと運転手でやってくれるから。怒鳴られるより嫌だよ。でも会社なくなってる気分からそれやった全員で送ったのかグループラインから。おはようございます。グループラインだったらみんな無視するかもしれない。本日の朝はスズメがよく鳴いておりました。今日は花粉に気をつけてください。営業にやってみてくれて。こいつはちょっと勉強しない。いや、こいつ本当に厳しくない。毎日送ってあげてるんで、こんな毎日。こいつそうやな、電話でね。結構出てますよ。出るよ。結構出るじゃないでしょ。俺と比べるんだよ。俺社長だから。24時間で撮った。24で撮ったよ。いや、すいません、パーンって酒飲みにとっては、本当に、なんか、本当に濃いっていうもん、本さん。詳しくどこよ、もう、いや、ベッドですけど、そう、待てわ、全然聞くなよって、どこよって。どこよっても濃いって言うんだろ、お前って。だったら聞くなよ、みたいな。まあ、仕事もらってるんで、家にじゃ会社もちっちゃい子なんかね、今なんか、つって、あそこ、断れって言うけど、たぶん、そういうふうに手を挙げていたら。あ、そうか。まあ、だから足場も、じゃあ今後、まあ、あれだね、盛り上がってきとるし、うん、なあ、どうなんだろう。今、だいたい販売、はい、買取、買取も今やってんの。買取なんかも考えておるか、はい。リースか。まあ、リースはでも、はい、まあ、今、仲いいところとか知っとるところにしかやってない。そうですね、まあ、変なところに来て、うん、まあ、よっぽど試合できるところは全然貸すけど、はい、ぜひ、買い取ってください。買い取ってください。はい、お願いします。インスタフォローお願いします。あ、インスタね。インスタに、そういう、はい、まあ、今、買い取りました。はい、これ、あれとか出してくるんだね。はい、随時更新してくるから、はい、まあ、まあ今のは
現時点では、まあ、そんな情報まだあんまりないけど、はい、まあぜひ、うん、そちらの登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。で、あとちょっと別件ですけど、あの6月19日東京だったかな、で SNS 勉強会、これちょっと興味あるってことで、ちょっと1、2分喋らせてほしいけど、コマショーさんっていうのは YouTube とかインスタとか TikTok はそんなにフォロワーいないんだけど、あのライブコマースってなんかやって、もうホームページからネットを使ってみましょうみたいな。もう SNS の時代も終わるんじゃないかみたいな。 SNS って誰でも入ってくるじゃん、じゃなくてホームページにそういう 箱を作って、そこでライブとかいろんなことやって、もう商品が売る、何千万の商品が売れた、日本会社だよ。最初は不定期でやってました、はい、で、あの実際最初に何をやったかというと、まず従業員たち、はい、職人さんに相談、YouTube やりたいと。それは相談というのは SNS、 あ、そういうことですね、 YouTube やりたい、うん、これからちょっと自分 YouTube やろうと思ってるんだけど、はい、反対する商品いないか。で、その時に僕もやりたいのをやるよやるよってただ言ってるだけで、はい、実際動かないですよね、みんな誰も。で、僕はもう最初もうこのままじゃ多分いつになってもやらさないから、はい、やるためにマジっすか、当てもなく、あー、マジっすか。リフォームかけるライブコマース、多分塗装屋さんとか足場屋さんが多い感じですかね。そうですね、はい、の方が多い。まあ、どないかしてこうその大手さんのフィールドで戦うのって結構大変、誰もいないところを作ろうっていうふうに思ったんですよ。ライブ配信しながら下にカートがあって、商品、この商品の説明をしながら、この商品買ってくださいねみたいなことを言っていくことで商品が売れていくっていう、まあ、中央とかすごい今流行ってますよね。車や不動産も売れる時代です。いうものを作るっていう話のと、おそじやけんさんが TikTok からすごい有名で、まあ、その人のセミナーと、あとはもうこの我が社の編集さん、この人がまた、あれ動画で上がってるでしょ、上がってるね、上がってます。見てないだろ。いや見てます、私結構全部見てます。おお、ほんと、はい、お前は、僕も見てます。編集さんが出たやつ見た、はい、今もうめちゃくちゃ詳しい、そこ動画見やっとんか、確かにやっとるよね。で、あ、マジっすかって、じゃあ今度のあれやってくださいよみたいな感じで OK もらったから、うん、ちょっとほんと今回も内容は濃くなってくると思うので、ちょっと本当目標50とか100ぐらいいきたいな。ぜひまたそちらの方も来てください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、またねー。